あの子はきっと怖い思いをしています。はい、私食べれば全部わかるんで。これがフードシンクロニシティ。どのマフィンを食べた時に見えた？ちゃんと探したのか？そこまでだ！お母さん、他に思い出せることはないですか？ハンナ、米田真美さん、多良副長の別腹です。絶対に娘さんは無事に見つけ出しますんで、どうか気を落とさずに。お願いします、ハンナを。どうかハンナを助けてください。わかりました。目撃者もおらず、正直手も足も出ない状況です。そうか。お母さん、花ちゃんがここ3日間で食べたものを全部教えてください。食べたものですか？はい、聞き出した料理は全て10人前ずつ用意しろ。は？もうあいつを呼ぶしかない。あいつ？はい、ちょうど。はい、別村さん、いつもありがとうございます、うん、またお願いしますね。安くしろよ。向こうは？領収書、いいんすか？残念ながら経費では落ちない。俺の自腹だ。非公式な捜査だからな。捜査？これで捜査？入ってくれ。失礼します。木下君、また頼むよ。別にいいんですけど。あれ、今日量少ないですね。え、今回は8歳の女の子なんだ。ああ、だからか。米田花ちゃん8歳。昨日の夕方、自宅近くの公園で遊んでいたところまでは確かだが、その後行方が分かっていない。19時頃、お母さんのスマホに非通知で着信。電話に出ると誰も応答せず、ただ花ちゃんの泣き声だけが聞こえて、電話は切れてしまったそうだ。あの子はきっと怖い思いをしています。お願いします、花を探し出してください。はい、花ちゃんとフードシンクロニシティさせていただきます。フードシンクロニシティ。よし、この3日間で花ちゃんの周りに不審な人物がいなかったか探ってくれ。了解です。じゃあまずはナポリタンから。あなたの記憶いただきます。何してるんですか？いいから見てろ。見えてきました。おいしいね。うん、おいしい。目の前にお母さんがいます。店名は、
1分目。はい、花が好きなお店で週に4回はそこのナポリタン食べてるんです。あれ、他にも誰かいますね。はい、これサービス。いつもすいません。毎回おいしそうに食べてくれてほんと嬉しいよ。優しそうな店員さんがいます。これがフードシンクロニシティ。木下君の特殊能力だよ。じゃあ次はカレーライスいっちゃおうかな。次はパンケーキ。みんな。マフィン。チキン。チキン。でした。すっげえ完食。何か分かったか。うん、多分だけど一人不審な男がいた。誰だ。マフィン食べた時に見えた。花ちゃんをジロジロ見ている赤いキャップの男がいます。おやつは毎日マフィンですね。はい、花はいつも公園でマフィン食べてるんです。どのマフィンを食べた時に見えた。どれも。赤いキャップの男はいつも公園にいるみたい。どんな男なんだ。それがはっきり見えなくって。おかわり、追加発注だ。最後の日のマフィン、チョコレートマフィン100個。すいません、100個はなかったんですけど、店のマフィン全部持ってきました。言い訳はいいから負けろよ。いやいやいや、また何かあったら爆速ですぐ持ってきますんで。次は負けろよ。うん、怖っ。いただきます。頼むぞ。おじさんとちょっと散歩しようか。ほっと嬉しいよ。喫茶店の店員さんだ。何？そんな。おかわり、喫茶8分目に急行しろ。はい。ペロペロキャンディーください。はい、ちょうど。はい、もう店のベロベロキャンディー全部持ってきましたから。払ってるよ。もう何もないですからね。サービスとかクーポンとかないのかよ。あるわけないじゃないですか。もう今日本当もこれが最後ですよ。頼みたくたっても頼めないよ、バカ野郎。そこは、それ大食いするには大変そうだな。考えろよ。うん。アナログ進行はできない。山本工業。おかわり、山本工業だ。了解、すぐ向かいます。とは言ったものの、どこなんだ。
元山。違うか。すみません、この辺に山本工業なんてないんですけど。何？ちゃんと探したのか。地図でも調べたんですけどね。どういうことだ。すいません、なんかはっきりしなくて。もっと食べろ。いや、もしかしたらブルでした。元山工業です。おかわり、元山工業だ。そこまでだ。すみません、花ちゃんは俺のナポリタン必ず全部食べてくれるんで、ずっとずっと食べてもらいたくて、ごめんなさい、すみません。だってもう俺無理ですよ。犯人逮捕。花ちゃんは無事に保護したんだな。よし、ありがとうございました。あなたのおかげです。私食べれば全部わかるんで。お母さん、現場行きましょう。迎え来てますから。失礼します。どうした？おい。すいません、無理しすぎました。分かった。もういいよ。フードシンクロニシティは今日で終わりにしよう。いえ、やらせてください。私、少しでも人の役に立ちたいんです。木下君。それに、逃げてたらこの謎は一生解けないし、なんでこんな体になったのか分かるまでは食べ続けてみせます。分かった。ってことでご褒美の焼肉行きましょうか。まだ食べるのか。もちろん。